2024年は人生最大の暴落の年。こんにちは。米国経済解説系県 YouTube 最大のレバナンス専門チャンネルのレバナシッポンリーマンです。アメリカニュースメディア大手の FOX から衝撃の記事が発行されました。タイトルは2024年は人生最大の暴落の年になるとエコノミストが警告。副題にはエブリシングバブルが崩壊すると書かれています。ただ2024年の暴落を警告しているのはこの記事だけではありません。ゴールドスイッツアランドでも2024年の市場は最悪の年に になると警告しています今回の動画はここの部分を深掘りしていきますが動画を最後までご視聴いただければ現在の経済状況のリスクに関してより定量的に具体的に理解することができますのでぜひ最後までご視聴いただければと思います。本日の物語の入り口は貨物船は航海を避けるために長い距離を迂回せざるを得なくなっているという本日発行された記事から物語は始まります。ここに関しては昨日の動画の中でサプライチェーンが混乱するためインフレの再燃が懸念されると申し上げた 上で大統領選を控えたた今米軍が介入すすれば事態はさらにに悪化する可能性についても解説しましま実際その通り米国の国防省が介入してきました海運大手マースクはスエズ運河を使わず南アフリカへ迂回すると発表したがその数時間前ロイド・オースティン国防長官はこの海域を運航する商業船舶を保護するための対策本部創設を発表していたこの海運大手マースクの決定は攻撃がそんなすぐに停止されることがないことを示している ははまだだ検討中でいつ運行が再開するかは不明だここの部分は非常に重要で、なぜならこの海運業は世界貿易の大部分を占めているからです。もちろん空輸という手段もありますが、燃料費という観点では空輸より海上輸送の方がはるかに貿易に大きく影響を及ぼします。特にこの年末年始前の米国経済の成長を維持するためには、そして特にインフレを抑制しようと高金利にしている中で、商品供給に遅延が発生するということは、米国経済に致命的な問題を を与えることになりますそしてこれは、米国株式市場でも、これからやっと以前の高値を超えて、持続して上昇できるかどうかの非常に重要な瀬戸際に立たされているため、今また3年前のサプライチェーンの混乱を引き起こすわけにはいかないんです。ですので、このまま株価が上昇できるかどうかの指標として、ウォールストリートはこの問題に少しずつ注目しつつあります。もちろん、4大銀行の一角の番メも、次の物語は、利下げ期待により株式市場へのの資金が加速バンコブアメリカの 調査で判明といいう本日発行された記事に物語は移っていきますご理解いただきたいのはこのようにバブルが崩壊する前というのはひたすら市場にマネーが集中して株価はどんどん上昇するんですいつしか人々はこれは永遠に続くんではと思うほど株価はまだまだ上昇しますこのチャンネルで逆イールド解消までは株価は上昇すると言っていたのはこの部分でまさにバンコバアメリカの調査の結果の通り多くの人が株を買い漁りに行くんです特に利下げが始まる前というのは もしくははは利下げが始ままってからの期間は株価は上昇すすることになりますそれはもちろん多くの人が利下げイコールソフトランディングでその風潮が強くなればなるほど株価は上昇していきますサイクルの中で今の利下げ局面の初期というのは毎回株価は急騰するんですでも経済がここまで悪化しているのになぜ投資家は株を買いに行くのと思うかもしれませんがその理由はすぐにご理解いただくことになりますマイケル・ハーネット率いるストラテジストチームはレポートでこう記載している12月に調査され 世界のファンドマネージャーのセンチメントは来年はゴルディロックス環境にあり2022年1月以来最も楽観的だったこのゴルディロックス環境とは経済が加熱しすぎず崩壊もせずちょうどいい塩梅だということで株価としては上昇するタイミングのことですここの部分は非常に興味深いのですが米国経済は現在崖っぷちにいてその崖も崩れ去ろうとしている11月の新たなデータも出てきているのでここに関してはしっかりこの後見ていきたいと思いますがそれにもかかわらず株式市場は こうした状況を背景に調査では投資家は FRB の利上げ開始前以来最も株式へオーバーウェイとしておりポートフォリオの現金割合は4.7%から2年ぶりの低水準の4.5%に引き下げられたことが示された一方ファンドマネージャーは過去15年間で最も債券へのオーバーウェイトとなっているつまり金利が今後さらに下落すると思っているということですまた債券に比べてコモディティに対し しては2009年3月以来最も弱気となっているここで次のデータを見せる前に一つだけ申し上げさせていただくとほとんどの投資家はこの上昇トレンドを確定してから買おうと思うため株価が天井の時に買いに行くんですこのチャートをご覧くださいこれは青が FRB の設定する政策金利で左軸赤はナスダック100の右軸で対数表示にて表しています見てお分かりいただけるように青の政策金利の利下げ前もしくは利下げの初期段階ではナスダック100は上昇していき利下げが 本格化ししてていいくくと一気に暴落これは、利下げというのが、多くの投資家たちに希望に満ち溢れたものであり、金利が下がるのであれば、株価は上がるに違いないと投資家が思う一方で、なぜ利下げをするのかというと、そもそも景気が少しずつ悪化しているからであって、ここの部分に投資家は目がいかず、結局利下げの後半では一気に株価は暴落していくことになるんです。実際、利下げをさらに進めていくということは、景気がどんどん悪化しているからで、このサイクルを毎回10年に1回の頻度で経験しているんです。 1990年の SL 危機器も2000年の IT バブル崩壊も2008年のリーマンショックも毎回このパターンです2020年もそのパターンになりそうでしたがさすがにパンデミックの規模が大きすぎたのか利下げだけではなく大規模な量的緩和を実行してしまったため株価はなんとか回復しましたしかしそのせいで今回のインフレが発生しているため2024年の利下げ局面ではさすがにまたインフレを再燃させる要因を FRB 自らが作り出すことはありえませんいずれにしても投資家たちは毎回この こここののサイクルの中ででで利下げだとととと思っっててて株を買買いいいいににに行き気気づづたたらら天井う暴落してから気づくことになるんですリスクの観点から見ると、投資家は2024年のハードランディング、つまりリセッションを最も警戒している。とはいえ、全体の66%が今後12ヶ月間以内に世界経済がソフトランディングすると予想している。ストラテジストのハートネットは、最もハードランディングに逆張りするんであれば、現金をロングし、つまり現金比率を多くして、アップルなどのマギニスティメント7ン と呼ばれるる銘柄群をショートすることだとだ述べた一般的に多くの人が買いだと思っている時は売るべきタイミングで多くの人が売りだと思っている時に買うべきタイミングだと言われていますがおそらく多くの投資家は少なくとも今は売るべきだとは思っていません実際ここに書かれているように66%の人がソフトランディングを予想していると書かれていますがこのチャートは人々がソフトランディングになると予想していた人数を指数化したものです2000年の IT バブル崩壊前や2008年のリーマーショックは今回こそ ソフトランンディングににななるに違いいいと多くの人々が予想していたことがわかります。これは先ほども申し上げた通りバブル崩壊前というのは人々が株を大量に買いに行き株価も上昇するのでこの後景気が崩れるわけがないと期待するからですこのマイケル・ハーネットさんはマグニッセント7をショートすべきだと言っていますが個人的にはこのタイミングはもっと後だと考えています実際メンバーシップ限定動画の中でもまだ売るべきタイミングではなく私が今持っている銘柄を解説していましたが今はまだ キャプチュレーションンが起きるタイミングだとは思っていません。このチャンネルでこのキャプチュレーションが起きて大暴落が起きるタイミングは逆イールドが解消してからと申し上げてきましたがこの逆イールドが発生するときは銀行は貸し出し基準を上げて融資をしなくなるんですこれはデッドベースマネタリーシステムという借金によって市場がジャブジャブのマネーで満たされて経済が成長していくシステムにとっては非常にまずい事態となるんですこのチャートをご覧くださいこれは青が銀行の貸し出し基準で左軸赤は先ほどと同様にナスダック100を右軸 で対数表表示にて表してしいます見てお分かりいただけるように逆イールドが発生してしばらくすると青の銀行の貸し出し基準は大きく上がって黒線を上回って大きな山を形成していきますこの青の山が発生すると毎回株価は大暴落を起こします2000年の IT バブル崩壊も2008年のリーマーショックも2020年のコロナショックもですが毎回青の山が形成すると株価は大暴落していきますこの山が形成するのが逆イールドが解消してからとなりますが問題はまだ逆イールド が解消していないといなととうことです実際逆ウィールドが解消するまでは株価は上昇すると申し上げてきましたが逆に言うとこの逆ウィールドの深さや期間が長引けば長引くほど市場のマネーがどんどん干上がっていき実際に逆ウィールド解消後の暴落のエネルギーが溜まっていくことになるんですこの逆ウィールドは今日明日で解消するわけではありませんまた逆ウィールド解消したその瞬間に暴落が発生するわけでもありませんが最も重要なことはこの青の山がまだ形成している途中の段階ですのでこの 株価上昇に乗ってもいいですすが全力で投資するようなことは、避けた方ががいいいというのの私個人の考えですですはなぜこの山が形成すると危険なのでしょうか先ほども申し上げたように、この貸し出し基準が上昇するということは、銀行は融資をしなくなるということです。デッドベースマネタリシステムは、過去の借金の支払いさえも、新たな借金によって返済するというシステムなので、借金をしてくれなくなったら、過去の借金はどうなってしまうのでしょうかそれはデリンクエシー、つまり支払い対応からのデポル につながるんです次の物語は「嫌な予感がする」「2023年の家賃滞納率は新記録達成」「11月は41%の家賃が支払われなかった」という記事に移っていきます。 もう一度言いますが、全米の41%が家賃を払えていないということは、過去、米国の歴史上一度もありえませんでした。何度も言いますが、米国経済は完全に崖っぷちにいて、そして投資家たちは毎回このサイクルのこのタイミングで足元を見ようとしませんが、我々はもしかしたら足元を見る以前に崖っぷちにいるどころか、崖からもう落ちていることにすら気づいていないのかもしれません。米国政府が発表する経済指数は非常に良い,い結果を出しているが、多くの中小企業の 財務状況は決して楽観的なものではない。政府が発表する経済指数がいいとこの記事には書かれていますが、実際は悪いんです。それでも来年は大統領選なので、今悪い結果を出すわけにはいきません。例えば、小売上高は回復していると様々なメディアで言われていますが、これは売上高ですので、物価上昇率も含んでおり、この物価上昇率を差し引くと、もうすでにマイナス圏内に突入しています。他にも労働市場がいい、失業率が低いと言いますが、実際に労働者が増えているのはパートバカ で正社員は減っておりもしくはダブルワークをしている人たちが急増しており今の物価高に賃金上昇率が全くついていきていないことを示しています実際本日発表された11月の家賃レポートによると全米の中小企業経営者の家賃滞納率が最高値の41%に達しており家賃を期限までに全額支払う余裕がないことが判明した9月10月も家賃滞納率は40%を超えていたお分かりいただけますでしょうか数値だだけを見ていいるとと何が何だかという,ふうにな なってしまいますが投資家の66%がソフトランディングを期待している一方で中小企業の41%が家賃さえ支払えていない状況なんです家賃が支払えていないということは売上が減少してきているということですつまり投資家たちは足元を見ずに株価だけを追ってバブル崩壊前の株価上昇に割れ先にと資金を投入しているんですこのチャートをご覧くださいこれは青が銀行の貸し出し基準で左軸赤は銀行が貸し出すすべてのローンの支払い滞納率を前年同月比でどちらも左 軸で表しています見てお分かりいただけますように青が山を形成するとき同じように赤も黒線を上回って山を形成していきますこの青と赤が山を形成するとき何が起きているのかというとグレーの領域が示すリセッションが発生していることがわかりますではこのリセッションが起きるとどうなるのでしょうか想像してみてください企業が家賃さえ支払えない状況なんです こうなると次に起きるのは企業の倒産でしょうかいえ、まだそこまではいきません。次に起きるのは従業員を解雇する段階です。つまり失業率の急上昇です。このチャートをご覧ください。これは青が失業保険継続受給者数で赤は失業率を表しています。青は実際の失業中の人たちの総数と見てください。先ほども申し上げた通り、まだ失業率は急上昇していませんが、実際青の失業している人たちは増加し始めていることがわかります。過去のリセッションを見ていただければわかりますが、この の中ではは失失業業率がが増増加加するるもししくは失業者数が増加していることがわかりますこの失業者数が増加してくると市場では消費がされなくなり景気は一気に悪化していくことになるんです逆イ i e が解消しないと暴落は起きないと言っているのはまだ失業者数が増えるフェーズには達していないからですただ今の状況からするとこの失業者数増加によるリセッションは必ず発生することになります実際学生ローンの支払いが再開しましたが40%の学生ローンの支払いが滞納しているデータも出てきていますここまで さまざまなデータを見てきましたがここまで危険シグナルが点灯しているのであればプロローグの記事で出した2024年。 人生最大の大暴落のタイミングになると言っても過言ではないのかもしれません本日の動画はここまで今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録よび通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます最後にお知らせですが全米第2位の超有料証券会社のウィブル証券がついに待望の日本上陸ということでこれを記念して レレバナス1本リーマンン特別限定動画をプレゼントいたします通常の YouTube では見られないエッジの立った動画ですが今後の米国経済に投資する上で確実に知らないといけない内容についての動画となっていますこの特別限定動画をご視聴いただくには概要欄にあるリンクから無料の会員登録と講座解説をして1回の少額の取引をしていただくだけでその資格が得られます取引は1回の少額で問題ありませんまたこの特別限定動画のプレゼントだけではなくこの概要欄にあるリンクから登録いただければ条件達成 でなんと全員に2000円のプレゼントと最大5万円の抽選プレゼントの企画もご用意しておりますこれらの企画は突然終了する可能性もありますのでお早めに申し込むことをお勧めいたしますそれでは特別限定動画にて皆さんとお会いできる日を楽しみにしていますそれでは終わります最後までご視聴いただきましてありがとうございます